腰は大丈夫か、腰ですか、腰使いすぎですか。まあそうですね、軽いジャブが来ましたね。ジャブがね、そうですね、なるほど、ジャブ、ジャブ、ジャブ、拾えなかった、拾えなかった。こんばんは。そんな感じでございますが、はい、はい、始まりました、始まりました、始まりましたね、空飛ぶ感激部、はい、第6回です。第6回、もう6回ですか。半年続きましたね、すごい。半年、半年、誰にも辞めると言われることもなく、そうですね、辞めろと言われてもお前に何の権利があるねんつって言い返したら終わりですからね。ああ、お、え、だってやるのも自由ですもん、権利論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 、200万やるからやめろって言われたらやめますけど、やめますね、やめますね、すぐやめますけど、そっかやめます、うん、意味もなくやめろって言われても絶対やめないですよね。そうですね、はい、むしろもっとやろうか、はい、立花雄介です。そんな奴らがやってますというわけで自己紹介から。そうですね、はい、じゃあ僕からナンバーワン、はい、ナンバーワンの泉洋介です、よろしくお願いします。イエーイ、よいしょ、さあ、さっとナンバー2の先も言いましたよ、立花雄介です、よろしくお願いします。はい、はい、ナンバー3の竹信孝之です。イエーイ。そして、今日のゲストをお呼びしております。はい、ナンバー13、おー、13、13、うわー、復帰する感じ。はい、もうね、佐々木靖子さんでございます。佐々木靖子と申します、よろしくお願いします。はい、これですか、こちらのね、どうも。ナンバー14、はい、14、どうも、ひらがな4文字でよしひろと申します、よろしくお願いします。ありがとうございます。というわけで、はい、はい、なんかちょっと異様なテンション、なんかふわふわしてますね。知ってます、知ってます、客席見てください、うん、男性が一人もいないね。そっか、そうね、今まで結構なんやかんや言っていらっしゃいました、ね、男性比率の方が多かったぐらいですからね。テーマのせいですね、これは多分ね、アスペクト比がよくないですわ、テーマのせい。あ、そういうもん、やっぱそうなんや、うん、やっぱり男性は自分というものが入り込んだその上で妄想される世界はどうなんでしょう、うん、みたいな、ね、テーマ、じゃあテーマ、今日のテーマね、そうですよ、言いますか、言いましょう、言ってください、はい、今回のテーマは、はい、荒ぶるペルソナとリビドー関西小劇場カップリング大会。ひどいですね。ひどいですね。ひどいですね。うん、まあ、からって言ったら、BL をやるよと。そうですね。BL について語ろうよって話でしょ。ちゃうの、これちょっと今日はね、前の会議でさ、はあ、会議でさ、企画会議ね。じゃあ俺な、前回終わりの時に、今度は恋愛やりたい。あ、はいはい、演劇と恋愛をやりたいですね。うんうんうん、って一回、まあ、こういうテーマも面白いんじゃないだろうかって言ってたんですね。うん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 、竹野さんと2人が、ね、そうそう、立花君が来て、ここでずっと喋ってたんやけど、全然やん。そんな興味なくなってね。話が盛り上がらないってこと。ずっと水飲んでたし。しちゃうあかんわって。なるほど。なんかないかなって、もういろいろ紆余曲折あって、ほんでなんか、これですよ。興味な、もう興味なかったんやったら、興味遠いところやったらどう、そうそうそう、みたいな。いや、いいと思いますよ、このテーマ。ちょっと、じゃあ BL は興味ねえな、そういえば俺ら。これこそこう演劇会を使って遊ぶという、そうですね、この番組のテーマにはすごくふさわしい、うんうん、でしかも、ボーイズラブを教えてもらうみたいな、うん、あ、教えてもらうのね、わからなすぎるので、なるほど、そういうことだ。私たち先生、先生今日はすごい、いや、なんか頑張りましょう、霊言新たかじゃない、経験が結構豊富やって聞いたんで、いろいろ消えていくんですか。いや、なんかいろいろ調べてたらそうらしい。あ、そう、どんなに調べたんですかね。なんか調べググったんですかね。噂とかさ、知り合いの話、結構ね、そう、吉弘さんいいぞみたいな。そうそうそう、すごいね。いや、本当に連絡いただいた時に、なんかいろんな人からの推薦もあって、吉弘さんがゲストっていうのも案に出てるんですけど、どうしましょうっていう、竹中さんから来て、何の話みたいな。私はダメなんですけど、吉弘さんやったらいいと思いますみたいな、何人かから推薦が、推薦があって推薦がいっぱいあって、うわー、そうか、みたいな、すごい、どうしよう、そうなんです。なんか責任を投げたんですね、みんなね。佐々木さんはどこからのつながりで、僕はね、いや、なんか好きらしいでっていう噂を聞いてて、一回共演じゃないか、そうですね、うちの芝居に出ていただいた時に、
なんかこの方でニヤ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 してる本物じゃないですか稽古中ねその場でニヤニヤしてる人はいや芝居のこと考えてんやろって思ってたら、ね、とある劇団のケーツネユミさんって人が、うん、あ、これセユミさん完全に名前出てませんねあの子やばいっすよこれつねさんこれつねが言うやったほんまもんやなつねさんっていう流れはありましたね。稽古場で、うん、あらゆるカップリングについて考えていたので、まあ、それはこれつねさんと本物や。もう一人でです、もう一人でしか盛り上がらないんで一人で生産して一人で消費するタイプです。そこをこれつねにつつかれたってことそうですね。あと何ニヤニヤしてるのこれつねさんとは長く一緒にさせてもらってます。これつねはそうじゃない。あ、ではないんですよ。でも、あのやっぱり寛容な方なので聞いてくださるんですね。はい、私の話ですね。優しい方ですよ。それ勉強家勉強家です。どんな話するの？あの人とあの人がね付き合っててねみたいな話をして。まあ、そもそもそのなぜ BL にこう興味を持ったのかみたいなところから。むしろ BL が何かぐらいから、そう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 、BL が何かからじゃあお願いします。語ってください、はい、丸投げきたまさかの、いや何もしませんまず、まあ、BL というものは、まあ、単語のまず略でございまして、あの、言って突っ込んでくださいね、はい、ボーイズラブ、ボーイズラブ、ボーイズラブで BL ですよね。そうです、ボーイズラブで BL ですよ、はい、あのとは言いましてももうなんかこうまあ、女子からすると、まあ、あくまでも多少まあ妄想だったりとか、そうですね、ちょっとこうキャラクター化してと言いますか、あまり現実味がないだけにキャッ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 言いたい放題なわけですよ。あ、どうぞ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 、続々と観覧車さん、はい、女性ばかりが、女性ばかりが、女性ばかりが、面白いやん。逆に言ったら、あの人も入ったい、そうね、そっちは入ったよみたいな人いる。そうそう、なんか、ふたけたうわすごいな、マジか、数字持ってるなそれはね、だから BL っていうのは認められた層があるわけですよ。そうですね、それだけ。でもそうね、それは思うね、はい、なんかコメントくださいね、コメント、あ、コメントください、おすすめのカップリングを早めに書いていただいた方がすごい、ね、後で喋れるのでテンション高いなでももうね、昨日から私はちょっと異常にテンションが高いのでちょっと抑えつつ抑えつつ、いやいやいや、ボーイズラブというか少年の愛ですか。いえ、少年に限らないですね。そうですね、男性なら男という性をの枠に行けば OK です。それは何ですか、なんかここは付き合ってるとかそういうことですか。あ、そうですそうですね、そうですそうです、あ、例えばこういうシチュエーションでこの2人はこうなってこう、まあ、いやらしい感じになるなっていうことです。それは結構本当のな、まあ、言ったあれやけど行為まで行ってしまう。あ、そうですね。あそれもありある。ちょっと違うやん。それはいろいろジャンルあるよみたいな感じ。あ、そうですね。いろんなパターンとか、どういうふうにこの2人がそういうところに落ちていくのかっていうことを勝手に考えて遊ぶっていう。そうですそうです、はい、なるほど。それが自分の興奮につながるというかですねテンションが上がる、ね、おかげでちょっと熱いんです私。すごい、ね、それはいいですね。なかなか結構高度な遊び方、そうですね、そうですね、知的で遊ぶというかね、うんうん、あ、素晴らしいですね。自分の中で泉さんに言わせると知的だそうです。知的な遊びですよ。想像の力ですよね。そうですね、そうですね、ライオンにはできないことそうですそうですそうです。で、まあ、そうか、あのこれからも皆さんにぜひそのさっきのおすすめのカップリングを書いてくださいみたいなことを言ったんですがあのカップリングと言われるものは、まはい、あくまでも前提を2人だとした場合ですね。あの、なるほど、ま、それは男女交際において三角四角五角とか可能性はあるんですが、まあ、一旦置いといてあくまでも2人だとした場合先に名前を書いて書、はい、けるって書いて後に名前を書いた場合、はい、例えば、うん、立花雄介×泉博介って書いた場合は、はいはい、先に書いた立花雄介が攻めなんです。あ、なるほど、ね、攻めとは、そうですね、まあ、あくまでもまず先攻撃の攻という字を書いて攻めです。で、あの後に書いた泉博介の方があの受動体の受の受けになります。攻めと受けが、はい、なのであの、まあ、攻撃サイドと防御サイドもしくは、まあ、受け入れるサイドという形。え、それはえもう単純に攻めるってことでしょ、まあ、もしくはあのウィキペディアでも調べたんですけどあの、男役を務める方の人、はい、ありがとうな、あと
草崎靖子がすごいにまにまして。いや、初めて組み合わせを言っちゃったね。これを人と共有するみたいな。俺もわざわざ、なかなかないじゃないですか。ずっと一人だったんだもん。もういらんの、このくだりとかいらんのかな。割と、いや、だから視聴者としては視聴者の中にはもしかするとこのくだりがあったり、もしくはこれに突っ込みたい方はもうコメントをいただければ幸いですね。はい。なんで、先に書いた方が一般的に言う男女のカップルでいうところの男役トツね、トツね、トツ、トツ、これ大丈夫かな、ないから、あとに EPO とか関係ないから全部言って大丈夫、アハカイブに残るんだ、誰も見えへんから、で、まあ後に書いた方ですね、が、女役と言われるじゃあ、オツの方ですね、へこんでる方ね、まあ、本来担当する、ただもちろん男女交際にも起こるイレギュラーで、ヘタレ攻めとか本来受けでありそうな人、ヘタレ攻め、やばいな、難しい専門用語が出すぎてるから大丈夫かな、はい、大丈夫だよ、攻守、攻守入れ替わるみたいな、そうです、攻守入れ替わってみたり、そうそうそう、それは途中で言えばの3回裏、まあ、ツーアウト丸いみたいな、基本的には珍しいですよね、それはもう俺もガンガン言ってるけど、はい、その行為の途中で入れ替わると、あー、もうありね、じゃない、え、さすがのか、誘い受けというものがあります、誘い受け、そうそうそう誘い受け、聞いてみよう、ね、上手投げみたいなことでしょ、柔道で言うところうっちゃりみたいな、上手投げ、誘い受け、一見攻めに見せかけて、うん、ガンガン行くんですよ、ガンガン行くの、その行為がってことじゃなくて全体的に、まあまあ、そこはもう個人精神的なものも個人の好き好きなんですね、そうそうそう、好き好きですね、うん、でこう強い方が結局は受けに変わるっていうのが誘い受け、うん、誘って来いよ来いよってい う, こう、ね、ね、誘って受けるっていうことですね、うん、ツンデレみたいなこと、まあとか、じゃあまあまあツンはまあ攻めてこないですけどね、そうですね、誘い受け側は何だろう、早速来ましたよ、コメントが、ありがとうございます、あ、あ、絶対ツンと思ってたね、まあ、後でやりましょう、後でまずちょっと、そうね、誘い受け側はもう誘って受けるぞみたいな気持ち、受けるために誘うってこと、誘うできる個人的な好みとしては誘われている間に、誘われている間にもうその気になってしまって、いい、もう男でもいいっていう方向が個人的には好みかな、ノンケを開拓するってやつ、そうですね、ノンケと言われるのがノーマルな人です、徐々にこう、そう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 、そこに行くんだ、大変やね、でもノンケ誘って大変やね、絶対大変だと思うんで、そこに至るまでのドラマが私の中では結構テンション上がる、あ、はいはいはい、でそこまでがテンション、ね、ドラマ重視、メモして、私ドラマ重視ですね、多分、いやでも女の人はドラマ重視、ドラマ重視、あ、そっか、基本的にはそう、なんとなくもう男性目線から言うとその行為自体が結構いい、うん、それはね、もう完全にね、お男性の AV とかを見る、そうですね、女性の AV はドラマ自体ですから、うん、なるほどなるほど、やっぱり、ね、見たんですか、え、え、うん、なんで知ってるんだろうっていう、まあ、お客様からの声を、はい、まあ、情報はいっぱい入ってます、なるほど、情報通やから、やっぱりね、今流行ってますよ、昼顔って流行ってるでしょ、流行ってる ね、あれもドラマがあるからこそ女の人はやっぱときめくんです、うん、だいたいあるでしょ、なあなあつってガッて言ったらやめてって言われるだろ、うん、うんって言っといたこの話どうしようかめっちゃウケ、いや面白いですよ、あのね、はい、だからこういうパターンが何個かあるってことでしょ、つまりそうです、そうです、それって結局は関係性なわけでしょ、関係性です、うんうん、いろいろ上げていくってことですか、上げていって、なんか5、6パターン上げてもらって、うんうんうん、それでそこに上がってる名前がじゃあこれはどれに当てはまるんだろうみたいなことやってると面白いかもしれないじゃないですか、そういうのもいいですね、じゃあ誘い受けとなヘタレ攻め、ヘタレ攻め、なんかないですか、他になんか、まあ、なんかあるパターンか、でも本当に言うなれば一般的な男女のパターンを当てはめていただくと結構出てきやすいんじゃないかな、ぜひ観覧の方からもぜひ思いついたあれがあればもう今日はいただきたいな、リバース、そういう受け、そうめん流し、 あとリバースというリバース、そっかの劇団がたまに使うやつの名前がこんなところに、わかるかも、それ。あ、そうです、そうです。こっちが攻めでこっちが受けあったのが逆になる。そうです。ああ、なるほどね。あとは総受け、総受け。お、何？すごい、これはなんかすごいものっぽい。はい、総受けってのは、大きく言ってます。そうです。どんな人とどんな雰囲気になっても、すべて受けになる男性。総受け。
あ、もてあそばれちゃうような人になると。でもそれがあの誘い受けの人もありえるわけですよ。誘って受けようが何しようが、どんなシチュエーションになろうと、この人は絶対受けだよねっていう人種がいるわけです。イコール逆もあって総攻め。なるほど。総攻め、総受け。もうガンガン、ガンガン行くぞ。総攻め、総受け。拡張器みたいになってますけど大丈夫ですか。総攻めと総受けはですね、総攻めと。なんか一番強そうな感じしますね。強そう。総攻撃みたいなことしますね。総攻めは強いんですよね。総攻めってでも結構陰惨なイメージがあるというか、みんなでこう、あ、違うんか。違う。めっちゃいじられる子みたいな感じ。総攻めは、刃物ですね。そう使い言葉だから俺のイメージの陰惨なイメージ。総攻めは刃物。え、普通のポルノとかで言う、ポルノに例えたら申し訳ないですが、なんかちょっとそのレイプ的なものなのかなと思った。地上物とかに近いんじゃないの。あ、違うのか。レイプ的なもので例えると、女がいて周りにこう男が10人ぐらいいるのが、その女が総受けです。全てを受けます。知女が一人いて、あらゆる男を食っていくっていうのが総攻めです。なるほど。なんかちょっと SM の関係性にも似てるっていうところ。あ、まあだから攻めたり受けたり、名作的なもんもあるから。なるほど。主導権がどっちにあるか的なこと。あ、そうですね。入れられるか入れるか、どっちが王でどっちがどっちか。いい発言が出ました。どんどん行こう。放送禁止とかないから。ない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 、ない恐ろしさですよ。だから誰もピーとか言ってくれないなと。別に言ってた。お酒が欲しい。お酒が。で、とりあえず6、とりあえず今ね5つ出てるんですね。もう1個ぐらいなんかちょっとはちゃめちゃな。はちゃめちゃな。ああ、なんかだからね、フラット。そういう意味ではなんかちょっと違うやつ。ちょっとジャンルが違うやつとか、なんだろう、ジャンルが違う。すごいすごい。え、バカです。マジックなんです。最後僕はもう一人で楽しみたい。なんかすごい年寄りとか、ちょっとアブノーマル、アブノーマルに入ってるやつとか、ダブルマッチョ。あ、なるほど。ダブルマッチョっていうのは両方が、両方ともマッチョで、なんかこうどちらかというと肉体と肉体の戦い系。もう戦みたいな、スタローンとシュワルツェネガーみたいな感じ。もうそんな感じの。たまにあエロい動画かなと思って見たら出てくるやつやろ。パンって釣りでしたみたいな。でもマッチョ、マッチョはある。昔のマッチョの、まあ、今もあると思うけど、マッチョの人の好きなゲイの感じというか。そうですね。多分女性陣が妄想する、する定番の入り口ではなく、もっと奥の方のリアルな方たちのガチムチ、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 なんかあるかなですかね。あ、でもいいじゃん。まあいいんじゃないですか。ここら辺出たから。また新しいの出てきたらまた。そうですね。やっぱこれよりこれやみたいなのがあればね。足していただいて。絶対拾うよね。覚えたい。バス気になりましたけどね。バス。俺のバス。それまた終わってから言いましょう。関係ないから。環状線とかみたいな。うん、え、どう、あれ停車駅がバス旅行、そういう、でも今なんかそういう発想なんですよね。そうですね。噂で聞くと、そのいわゆる BL が好きな人はその環状線だとかバス引けや。擬人化っていうのがありまして、話進めようとしても擬人化ですね。そうそうそう、なんかそのものに、例えばわかんないけどここに2つペットボトルがあったとしても、これに対してもうすでにその攻めと受けの関係性を作るみたいなこと。うん、全然分からんでもないけど、なんか分かりやすいのが、携帯電話と充電器で、家用の充電器と、あの持ち歩き用の、あの外出の充電器があるじゃないですか。はいはいはい。あれの三角関係とか。おお、それピンとこう来ますよね。で、だって入れる側と受ける側の携帯の本体がおりまして、で、家で待っている家用の充電器がすごいこうさ、いるわけです。すごい顔されてました。あれ、だいぶ上級者向け話してるなるほどなって感じですけどね。そうそうそう、そこが夫婦なんだけど、まあそこにちゃんとよそ用の持ち歩き用充電器がいたりしてっていう三角関係もまあ妄想できると。ああ、しようと思えばですよ。そうなんだ、はい、そうなったとして、そうなったとして、なんか喋るってこと。もう擬人化なので、まあスマートフォンだったらこうちょっとシュッとした、まあ、内白いんで白身の男子がおって、うん、ここでもバトル始まってる。こういうことですよね。スマホと、スマホなの、ガラケーなの、
そっち？そこ充電器なの？どっちの充電器使うのみたいな。でもだから家の充電器は本嫁なわけですよ。本嫁だったり。でまあこれとこれの関係があるけど、そう。ちょっと外出たら。こう携帯用充電器浮気する相手がなんか重曹あたりも多いでしょ、おったりとかしてね、そういう感想で泉さんと重曹の関係が気になる。で泉くんは iPhone には攻めるけどガラケーからは受けるみたいなとか、とかちょっと今それ難しい掘り込んでくるな。そんなんもできるんじゃないの、そんなん言い出したら。でもそういう関係性を作るじゃないですか。そうで今で、あそうやなそうやなって盛り上がるのが楽しいっていうジャンルですか。なるほどなるほどね。そうですね。そうですね。なるほどね。ということはじゃあその例えば架空の、うんうんまあ、演劇、まあ、今役者を上げようともしていますけど、はいそうね、そうじゃなくてもいけるってことですか。そうですね。照明、ね、攻めの音響、そう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 。中小中小演出は基本演出は基本総攻めで総受けなんです。どういうこと？何を言うてるの？ですよね、今お客さんが今うんってなってますよ。何でうんって僕、じゃあ深いこと教えていただいていいですか？演出さんっていうのはまあ、役者とかいろんな人に対して注文をつけると、はいはい、なんか言葉をある意味全部吐き出すんだけど、はいはい、でこうそれを受け入れさすわけじゃないですか。あ、稽古場で稽古場なり、はいはいはい、本番で本番でも、いざ本番の日には、うんうん、あくまでも例えば客席で、うん、その全部自分がやったことを全部見る、全部受け身の立場になるわけじゃないですか。ああ、何もできないんですね。そうだから、とある日は総攻めなんだけど、うん、とある日は総受けなんですよ。うん、すごい。それなんか本らしいよ。演劇とやばいやばい、今日の観覧車分ぐらい売れるかな。すごい15人になってる。本けどね。そういう意味で私は音響さんは攻めかな、うん、佐々木さんはどうなんですか。ちょっとかちょっと待ってください。すごいですね。ちょっとびっくりした。何ですか。音響、照明、演出でやったことがなかったので。あ、新しいじゃん。新しいじゃん。一応演劇の番組やからね、これ。そうです。絡めていかないと。絡めていきましょう。確かに音響を攻め。私の中でやっぱり音響ってこうお芝居の中にそっと差し込んでいく感じがあるので、そういう意味では芝居感にもよるってこと。ああ、そうですね。劇団さんにもよるのかもしれないですね。この劇団は音響を攻めやなみたいな。特に勝手にパッとお名前を出すと一撃屋さんとかね、今日やってらっしゃいますけど、はい、あれは音響攻めなのイメージですね。結構音ガンガン響かせていって、うんうん、でそれもに乗っかっていってみたいな感じが攻めのイメージですかね。すごい、これはすごいすごいですね。あ、なるほどね。そういう視点で劇団を見たことないですね。なかったなかった。今日言おうと思ってたのがこれからいろんな役者さんたちのお名前やいろんな劇団の名前を出すので、うん、今後お芝居を見るときに影響があるかなっていうのが嫌な予感。いいじゃないですか。いいですね。影響があってもいいかなと思ってるんですよ。そういう見方を感激部いやなんか、まあ、魅力が、ね、広がらないんだもん。そうですね。そう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 、僕らだからそんなんばっかり言おうっていう。今日はどんな攻め手と出会えるんだろうと思って劇場に行ってほしいんです。そう見てるときはそんなこと思わないんですよ意外と。いやわかんない、それ新しい見方としては新しいかもしれない。楽しいかもしれない、うん、ね。全然面白くなくてもめっちゃいい攻めがおったら、そう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 、よし3000円払って帰らさことになるかもしれへん。ぶっちゃけ面白くない時の方がそういう方向は広がる。そう、うん、だからそういう時間の使い方できちゃうじゃないですか。なるほどね、うん、劇場にいながら、そうそう、目の前で芝居が行われていながらだって面白くないのよ。面白くないからとかは、ね、時は時でもっとよりなんか勝手に広がっていったら、ね、うん、それは近いと思うのあると思いますよ。演劇見ながら自分の中でこう想像力で組み立てていく物語もありますから、 そうですね、それがまあそういう風になってもいいんじゃないかなと思うわけです。避けた後には何してんやろなみたいな。もうダメだちょっともうニヤニヤ。あ、すごい、そういう見方ができる。そういうこともできるでしょ。ありがとうございます。お礼言っちゃったよ。すごいね、人間の想像力は無限大だから。かっこよく言うな。かっこいいですよ。不感激、不感激。受けの音響の劇団ってどこでしょうっていう。まあ、受けの音響の劇団なぁ。受けってある。一撃屋が攻めなわけでしょ。音響的に。そう、イメージはそうですね。少ない音響。ガンガン来るところじゃなくて、環境音的なところが受けてる。そうですね。じゃあ、会話劇とかさ、なんかこう、夜間の音がカタカタカタとかなるのが役者がセリフを言ったことで音が起きるみたいなところとかは、でも今どこだろう、今パッと浮かばへんな。でも新喜劇とか、なんかパンパンってなるやつ、ああいう関係性は
なんかイメージありますね。確かに全然分からへんじゃあルイさんの恩恵は割と受けってこと。あなるほどね。エンタメの時のルイさん、あルイさん個人は攻めのイメージがあるんですけど、うんうんうん、個人はね、そうなの、ね、本人じゃなくて恩恵は本当の話すごいですね、まさかスタッフから行くとは思わない。この話になると思うんですよ。福士田さんから、まあまあいいです、全然、うん、そうか。衣装さんとかはどっちやろうな。なんかヌーボーさんの音響多分受け側です。あ、そうですね。アラヌーボーさんは受けのイメージあります、ね。何でも受け入れるぞ。そうそう。で、それでこっちで煽っていくんじゃなくて、多分芝居に合わせていくみたいな形 で、ね、お客さんとして見ればヌーボーさんの音響は受けなんですけど、うん、プランナーとしてのヌーボーさんは若干攻めですね。深い。なるほどね。誘い受けの逆みたいな感じ。すごい教えてもらう音、持ってこられたそのプランとして持ってこられた音で、あこのお芝居こういうことなんやっていうのすごく教えられるので、そういう意味では攻めでもあるのかなと思います。じゃあ、うん、事前にはガンガン引っ張っていくけど、本番では受けに回ってる形っていうことですね。なんかツンデレっぽい。あ、かっこいい。これはいいらしいですよ。お、そういう感じ。やっと男性の観覧の方も来ていただきました。本当にね、今見ていただいている人たちの男女比率が個人的には知りたい。思いながらも男性の方がいらっしゃるんだと思うんですが、ぜひあのコメントでね、男女でもあのなくてもいいですよ別にね、と思いながらも。いやぼちぼち、じゃあ具体的な話をしていきます、はい、具体的な話お願いします。そうです、ね、お願いします。じゃあはい、とりあえずね、あのお客さんから今2つぐらい上がってたんですけど、じゃあそれについてお客様から、え、あれピンスポット大会、うん、ピンスポット大会のそれは、ね、あなるほど、ね、その後にまあまあ、あった間違いある人は断られないまま受けになってしまう。あ、いいですね。わかるわかるわかる。あ、流れでってこと？流れで頼られて相談されてとかいう間に、うんうん、あのそんな僕をって言われると、お話聞いたったし、お、うん、よっしゃーみたいな、そのまま治療するとか、そこと、いえ、そのままどうぞ夜の世界にベッドインです。あ、そうなんかはっきりしてるから分かりやすい。ありがとうございます。そうそうそう、あ、そのブラウン、あ、なるほどね、なるほどね。できますか。じゃあ行きましょう。じゃあ、ね、2組ほどちょっと上げていただいてたんで、これはね、まずね、一番最初に上がってたのが、うん、赤星正則さんと山浦徹さんがいいぞって言ってたんですけど、そうですね、はい、王道ですよね。王道なのかな、関西小劇場の、うん、多分王道で、多分それ赤星さんが先に名前が上がっていた。そうですよね。あ、そうか、もうそこの時点で決まってるんです。それが、書いてらっしゃる方が自覚を持って書いていただいていたとすれば、うん、そういうことです。あ、そういうことか、攻めっていうことですか、はい、これはじゃあ入れ替えはもうリバースになっちゃうわけだね、これ。そうです、そうです。だからそうなんです。そういうことに、もう一度赤星さんの名前が後ろにあるとどちらでもいいよというふうことになります。あ、すごい、2個書いてある、2個書いてあるってことです。へー、なんか数式みたいになってる。そうなんですすごい難しい。へー、ルールがあるんや。それはお二人的にはどうなんですか、どういうストーリーを想像しますか、これ。なんかあの昨日あの前調査を事前調査をしたところですね、やはりあの関西小劇場の BL というと、やはり皆さんトランプですね、を、うん、あの男性ピースピットさんの、はい、芝居のね、をやっぱり連想される方は多いっていうのは納得だなぁと思う。ドラキュラの話、そうですね、あそこ自体がやっぱり男性同士で、しかもそこでリバースが行われるので、うん、それはそういう狙いやんですか。さあそれはあのゲストに勧めみつたお客様の方がそれはきっとそう、やっぱりだから、ね、意図的にカップルが、各キャラクターにカップルがいて、裏の表の演目と裏の演目でその2人がキャストを入れ替えるっていうのを、うん、でそこには手攻め的な関係性があって、あるんかな、見てないから俺知らないけど、あったあった、もうめっちゃ詳しい人が一人、まあ、人間関係ってさ、喋ってたら結構どっちとか受けな、まあ、かに攻めには絶対なるよね、うんうんうん、その受け攻めできてきたものをあえてリバースするわけですから、うんうん、面白いですよね。あ、こんな感じ、あんなに強く攻めてた人がこんな弱くなっちゃってみたり、で、あーってなる、役変えてみたのに、でもその関係性はあえて変わらへんねんやとか、多分そういうところは楽しいだろうなと。あ、なるほどね。じゃあ赤星山浦は、うんうん、
なんだこれ赤星山浦って言い方は使ってるんですかこれ。物によりけりですね。多分これだと赤山とかになるんです。赤山、ね、赤山。じゃあ赤山はとりあえずじゃ あのさ今まで出たこの6つのパターンの中で一番映えるなっていうところに振り込むとしたらリバースなんですか。リバース。リバースでしょうね。あ、なるほどね。でも行こうと。いや、そんなことない。赤山ってなんかあれですね。赤坂。いいね、あれそうちゃいますの、もしかしたら。そういうこと。意外とそうじゃないですか。赤坂さんが攻めっていうんですか。どうしても赤坂さんは攻めちゃうんだね。私もそう。坂口さんも結構手の芝居をされるから。うん、ああ、そうですね。赤坂。赤坂さんがキャッキャッキャッって言ってるイメージ。なんとなく。赤坂さんはじゃあ基本的には攻めのイメージ。総攻めに赤星さんの名前が今上がる感じですね。なるほどね。じゃあ上げようとしたら、この今まで出た名前の流れからいくと、赤星さんはここに来るから、うん、あ、そう受けに変えちゃった。攻めの方がもうこいつがついてない。大丈夫です、大丈夫です。赤、赤なんとかっていう別のパターンの総攻めパターンができる、できうるということですね。なるほどね。で、まあまあ、これで、もう一つ上がってたのが、はい、増山さん、子供の時に、はいはい、増山さん、どれですか、今ですか、ちょっと、3兄弟高志さん、増山さん、何分ね、ゆうじさん、ゆうじさん、そして幹事さん、あれ、マウスだと思う、あ、なるほど、高志さん、ちょっと失礼します、高志さんが確認してます、長男、ちょっとひげ生やしたり、眼鏡かけたり、幹事さんが、お美しい、幹事さんが、なんか、ちょっとこう、お山のようなというかね、幹事さんですね、やっぱり幹事さん、幹事さんですね、大熊さん、大熊さんという、ゆうたろう、あジュでもその2人って結構美しい感じですか。そうですね、短尾系、あ、これだから短尾派が出てきますね。短尾派、短尾派出てきました。短尾派が上田短尾派が上田短尾派出てきました。幹事さんが生命か。ああ、いや、うん、じゃあその辺は語り合ってください。お、どうですか、私結構納得かも。あ、ですか、大熊さんの方が私存じ上げてるので。大熊くんはなんかキャラクターとしてはすごい体のキレもいいけど、うん、ちょっとお調子者というか、さ、うん、らけた部分もありというイメージの人と、うん、その増山幹事さんの方は、うん、まあシュッとしてて、はい、ちょっとミステリアスな感じの、うん、でも美しい動きもするし、うん、急に変態なこともするみたいなお芝居のイメージありますね。大熊くんも割とそんなイメージですけどね。そう、割と気違いみたいなことも急にやったりとか、うん、なんか普段から結構そんなイメージがあって、あ、そうそうそう、本人もちょっとね、うん、ちょっと頑張る。すごい分かりやすいお写真、ありがとうございます。これが増山さんですね。このシュッとした方が、はい、どんな感じなんですか。だから割とこう、なんやろ、両方狂気的な。でも大熊くんはこう座長として劇団員にボロカスに扱われてるっていうのがそのイメージがあって、なるほどね、うん、そのお二人はでもなんかどうかなっていうのが佐々木さんがありました。そうそう、私幹事さんと親しくさせていただいて、はいはい、幹事さんは私の大熊さんの写真がめちゃくちゃ面白いんですよ。大熊さん、いいの拾ってきたな。これ見つけましたね。ぽいね、うん、ボイボイ、あ、すいません、すいません、中断して、それで、そうですね、私は幹事さん、はい、申し訳、ご本人は本当に申し訳ないんですけど、はいはい、幹事さんは受けかなっていう感じですね。人的に、そうですね、お山って言ってたら受けな感じですね。誘い受け、誘い受けですね、幹事さんは。なるほど、じゃあ一見そういう感じで攻めてるように見せて、でも実は大熊くんの方が攻めだったっていう。そうですね、あ、強気、強気受け。これは強気受け伝わってるんですか、今大丈夫なんですか、そういう感じ。あ、大丈夫です、うなずいていただいてありがとうございます。強気受け、強気受け、うん、強気を保ったまま入れられるということです。なるほど。すごい強気を保ったまま市場的な感じ。やめろよみたいなこと、早く入れろよみたいなこと。上からない、早く入れろよ。でも待ってるみたいなこと。それを増山さんは言ってるやろうって想像してる。そんな言葉ね、こんなんじゃない。言葉こんなんじゃない。もう少し美しめなイメージ、もうちょっとこう、ね、
になってほしいなっていう対象目的なことを言ってるとそうでしょうね、あくまでもキャラクターでもそう、あくまでもキャラクターとしてだから、実際の大熊くんではないわけですよ。そうですね、その大熊くん、普段の大熊くんを見てて、実は大熊くんってこんな人だろうっていう、その作り上げられた人と増山さんもそういう実はこんな人だろうっていう作り上げられた人たちがマグワウっていうことでしょ。そうです、うん、こうだったらいいのになって状態です、うん、まあ、なるほど、はい、でもまあそうですね、いわゆるパブリックイメージというかそういったものでの話、うん、組み合わせですね、うん、でも今2つ上がって、うん、そうですね、増山さんと、そうですね、赤山、うん、赤山、増山、大熊はこれ増大、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 ハム屋さんみたいな、マスクはマスクマとかです。マスクマ、クマ、マスクマ、違います、マスクマ、さっき言ったらさ、やめとくわ、やめといて、やめちゃった、それやめちゃう、他ないんですか、なんかもっといっぱい聞きたいな、邪魔、そうですね、他のが割とあります、検証してきたやつ、身近な、検証が身近な、身近な、身近な、身近なやつ、この前今年の2月ぐらいにバグダッドカフェのリターンプラネットを、はい、出演させていただいたんですけれども、手のひらサイズの川添浩二さん、あ、うん、と泉さん、まあ、いかが生のかと、いかが生、川添さんはどっちがどうなんですか、いや川添さんが攻めですね、川添さんが攻めで泉さんが OK、 入れられる方ということですか、そうです、入れられる方キツナーズメさん出してこい、そうです、ね、腰も痛いしなるほど、ね、それはどういうところを見てそうなった、あ、それ、全体ラインがありまして、全体ラインラインのグループで、あ、ラインのグループ、はいはい、それで一回川添さんがヒロスケって呼んでたんですよ、泉さんのことを、はい、それが私は、はぁ、広がる広がる、ひろすけってこの二人はこう なんかあるんじゃないかなっていうでも周りの人はみんな泉くんとか泉さんとか言って、私は泉さん、そうですね、ひろすけところにひろすけという、それで稽古場でニヤニヤしてたいやそうですね、ああそういう感じなの、名前っていうのがキーワードで、そうなんです、ね、それもふと訪れた名前、呼び方、呼び方ですよ、いやでも個人的に広介と呼ばれたことはないから、あの時ぐらいや、本当ですか、でも、もう妄想の中ではね、行こう、あそこで呼んじゃったということはですよ、え、どうし、不意に出たその呼び名、いつも使ってんじゃねえのみたいな、そういうことですよ、実は2人の時は使ってんじゃねえのみたいな、ちょっと放送されてるから枕元で呼んでんじゃねえかっていうプライベート出ちゃったんじゃないのって、そう、それとセプテンバー酒井との三角関係とかセプテンバーはだから受けかもしれないです、セプテンバー川添泉セプテンバーかもなんだろうね、うん、最終的に、そうそうそう、なんていうの、そうそう、だからあのグラサンかけないと受けにはなれない、ない、うんうん、川添浩二、変身動画、変身受け、変身受け、笑った、テンション上がっちゃった、ね、変身受け、でもちょっと楽しいかも、そういうふうにこう考えていく、考えていくのは、うん、どういう関係性があったんだろうなっていうのは楽しいですね、うん、そうですね、うん、じゃあ吉弘さんに聞きましょうか、はい、私の一押しカップリングはですね、おお、あるんだ、一押した、菊池裕太さん×市原正弘さん、うん、あ、すごいな、なるほどな、家泊まってるからな、でしょでしょ、菊池くんでた、それでもだから、はい、バカの、そうですそうです、だから関西小劇場って言われると今東京に行ってらっしゃるので、ちょっと、ね、複雑なんですけど、カエルみたいな顔したやつや、ま、証拠写真がありまして、あ、これはこっちのカメラでいいのかな、あ、じゃあちょっと見せてください、はい、恒例ですね、はい、こちら菊池裕太さんのブログから拝借したお写真でございます、ちょっと後で出る、はい、後で出るかなと思うんですが、何分ですね、うん、後でじゃないね、これがこれでいい、出てるんですけどね、そうですね、すごいね、そうなんですよ、何分、うん、実際にお泊まりし合っている中なので、あ、お泊まりしてるの、そう、キクリンはね、大阪に
あの、うん、お芝居とかで滞在するときは必ずイッチーさんの家で寝泊まりしてるんですよ。で、それはちょっと東京に行かれる際にはあの市原さんが東京に行かれる際には菊池さんのところに泊まってるっていうのがもうツイッター上でよく書いてたりブログによく上がるんですよ、このカップル、カップルできてますよ、それできてますでしょでしょ。え、それはでも菊池さんの方先におっしゃられましたね。そうなんですよ、菊池さんの方が年が下なんですよ。そうですよね、イメージとしては市原さんの方が上、年上なんですよ、ね、現実的に現実的なんですけど、あえてそのあのこうシュッとしたシュッとした、違うの出さないでください。お、来た気持ち悪い髪の毛すごいな、でしょ、この二人のほら、え、ペアの髪型、反対側かなみたいな、確かに、かっこいい、なんかね、いいですよね、シンメトリーになってますけど、そのあえて若くてでもちょっと中性的なイメージのある菊池さんが、先輩、僕も我慢できないですっていう、っていう妄想ですよ。そういう関係になれる、なったらいいなっていう願望ですね。我慢できなくなるのが菊池くんってこと？そうですそうです。立原さんから普通に行くと普通だなと思ってしまって。立原さんは行きそうですね。イメージ的に、はい、ありかなと思ってしまうので、あえてこっちが、そうちょそっちが大きい。なるほど。これすごい分かりやすいですね、これ。なるほどね。いいでしょ。ほらこれ全く色のない。でしかもここもあのトランプに実際出てはったっていう。ああ、やっぱそうなんだ。まあ、なんかセットじゃないらしいんですけど、なんかカップルではないですよね。ほんまに。あ、シャワーいいか。え、ほんまに。まあ、なんか田淵くんと語りたいっていう。あ、確かそうですね。トランプの時。うん、僕、まあ、どんどん分かりやすいですか。遊びすぎ、白尺遊びすぎ、白尺、いいですよね。なるほどね。下克上ってさっきから何回かあってるんですけど、下克上、下克上は、あ、そう、下克上っていうジャンルがありまして、うん、あのやっぱり年下だったり立場が本来弱いはずの後輩だったりとか、うん、あのそういう人から、うん、いやいや先輩とか、うん、いやいや社長とか、そういう、なるほどね、あの年下の方の人が攻めになるというパターン、うんうん、なんであの新しいジャンルの下克上の多分これ1位でいいと思います。なるほど、下克上下克上ランキング週刊がこれがあのキクリンと、はい、はい、下克上もう菊一です。もうペン変えたらいいんちゃいます、これ全然出てないじゃないですか、先輩で何回書くんすか、同じ文字。そういうのですよ。この子のここ来た。いや普通に怒られて書いてあるじゃん。いや、それで十分なんですよ、この人たちの想像を動かすには。そうです、怖いね。だから僕らは一石を投じたわけです、うん、なるほど、ね、で波紋は勝手に広がっていくわけです。広がり続ける。ある意味楽っちゃ楽やね。そうそれはすごい何気ないってことでいいんやん。楽とかそういうこと。え、でも私の中では竹信さんはぜひ攻めであってほしいんですよ、映像さん。なんで？いや、映像さん攻めで、もうカメラは用意されている状態で、あ、そういうことか。はい、そういう状態ね。そうです、そうです。そういう姿勢、これ今日考えられなかった。おかしいの、次からおかしいって言われた。おかしい、孤立、孤立、吉見の孤立。僕らはまあそうですね、確かにね。なるほどなぁと思いますけど、うん、映像さんとしては竹野武さんがカメラを持った状態でこう誘ってきて、でしかもそのままこう撮影しつつベッドインですよ。すごいな、便利な単語。あ、ベッドイン、ベッドイン、ベッドイン、そうそうそう、ベッドイン、そういうイメージね、使ってください。うん、すごいな。あ、いいですね、後輩かける主役のライバルとか好きです。いいですね。そう、仮面ライダーフォーゼやな。うん、あ、今それがポンと出てこないけど、ポーゼな、そんな感じやったもんな。これは男性陣しか伝わらないあれ。これってどういう感じなの、後輩かける主役でライバルっていう。あの矢印は何か意味あるんですか。だからこうイチャイチャしてるところにクソってなってるってことやろ、ライバルは。ライバルが主役のことを好きっていう矢印です。あ、そうなの。この2人がライバルやけどこういう関係とかじゃなくて三角関係。ライバルはまた別で追う。そうです、ライバルが主役のことを好きっていう矢印だと。悟空とピッコロとベジータみたいなもんじゃない。あ、そうです、そうです、そうです。主役を奪い合って形になるってこと。
ですか、この方式は。そうですね、うんうん、そういう風になります。いいな、スイーツかね。あー、はいはい、面白いな。あと私が散々いろいろまあ元劇団のですね、はあはあ、時に散々勝手に妄想してガンガン怒られていたおすすめのカップルは、うん、星村翔と、うんうん、星村翔を、鈴木ふとみ、はい、ね、ここは東京ガールの、はい、鈴木ふとみくん星村くんが先、先ですね。あ、なんかこれもちょっと意外やね。星村くんの方がちょっとこうなよなよっとしてるイメージがあって、うんうん、鈴木くんは割とちょっとじゃあこれのやつもね、ちょっと私がまたこういう写真ばっかり持ってるんでね、あげておきますね。受け側がやっぱしっかりしてるっていうこと。あー、でもどうなの、なんかさっきの流れからいくとちょっとギャップ萌えが好きっていうか。そうですね、私が多分完全にギャップ萌えが好きっていう、すごい自分の趣向が出てるかもしれないです。これツンデレみたいなのが好きみたいなかもしれない。うん、そういう思考があるか、はい、でしょ。2人のイチャイチャショットですね、稽古場での、はい、これを見てイチャイチャしてると思うってこと、うん、はい、思うんです。いや、イチャイチャしてますよ。え、思うんですよ。思うんです。なんだろう、現実、ただの現実ですけど。はい、なるほどね。私も一つ、はい、どうぞ。総受けを、はい、はい、この前もね、レトルト内閣さんに出演させていただいてたんですけど、はいはい、レトルト内閣さんの共演者の方で劇団外箱町の、はい、田中直樹さん、はい、おー、いらっしゃるんですけどね、はい、あの人はね、総受けですね。あー、でもこれはちゃんと本当にすごいんですよ。すごいね、僕は、梅津ブランミューさんっていうそのダンサーの方がいらっしゃるんですけど、うん、僕は梅津さんになら流れてもいいって言ってました。言った、もう現地を取ったわけですよ。言ってました。え、なんか隅っことかね、はい、ボソボソと。あ、ボソボソって言ってどうしたんやろ、セリフとかじゃなくてっていう。あ、この共演者 の, レトルト内閣の佐伯裕二さんという方がいらっしゃるんですけど、佐伯裕二さん の, この着物の襟をこう、はい、袖でいつもこうやってこう直してあげてたりとかですね、あ、してるんですよ。海外史、海外史、それがフッとくるんですか。できてるんじゃないのって思うんですけど、そこ見てねってバカだね。そのね、田中さんをそう全、あ、そう受けにするために写真出ないですか、ね、田中さん、なかなか出ない。あの外箱町の土井さんっていう方がいらっしゃいまして、はい、あのユーストリーム番組 の, あの、うん、近鉄アトカンの、あ、近鉄の方でやってる、はいはい、あの円滑 TV っていうので、うん、あのご一緒させて、天気もまた変な写真見つけましたね、はい、あ、出た出た出てる。あ、次はじゃあ外の方地さんをまたぜひよかったらこれこれこれ、はい、あの一緒させていただいたんですけど、結構土井さんはちょっとわーって言う系の勢いある系なので、ぜひあのこの田中君とカップリングしてほしいっていうの意見をね、ちょっと友人から仕入れたので、でもそれでいくと土井さんがギャーっていくから、よしひろさん的には田中土井になる、田中土井なんですけど、でも田中さんが総受けであるのであれば、あの行ってもらおう、土井くんに攻めてもらおうっていうパターンも見たいなっていう。あー、もうなんかテンパってきたな。でも抱かれてもいいっていう人おらへん、たまに。あ、この人や、この演出家なら、演出家とかこの素敵な男性になるの。これだって、うんうん、あの劇バカの孝太郎くんとか全然抱かれてもいいと思ってる。おー、こういう発言がいいんじゃないの。でも逆に、そう、その、うん、ちょっとずっと聞きたかったんですけど、そのやっぱ聞けなかったんで、うん、抱かれてもいいっていうのは、そのつまり入れられてもいいってことですか。いや、とりあえずそのとりあえずすっぱで一回一緒に添い寝ぐらいは考えよう、うん、まあ、添い寝はしようと、うん、で、その後入れられるっていうのは僕もまだ初めやったことがないので、その辺はちょっとまあドキドキするし、一回ちょっと挑戦してみて無理やったらごめんっていうし、いけるかなと思ったら一回あれかなみたいな。イニシアチブを取られてもいいということですか。あ、それは別に、あ、そうやね、抱かれてもいいっていうのは別にイニシアチブ取られてもいいと思う。スタートから全部と、その出会いのところから全部。あ、俺らは男なんで出会いのとことかあんま考えない。普通に、あ、この人となんかすってあってできるな、なんかドキッとすることとか
ライン。そう、だからそこに至るまでそういうドラムが必要なんちゃうと思った。俺の発想はそういうのないね。だから女の人はそういうのが必要やねんけど、うん、普通に稽古してて、あ、この人やったら抱かれれるなとかっていう時のはたまに思うんだ。それは全然ぜひバンバンツイッターとかにそれを書いていただいて、たら人気が出る、一定数フォロワー増える、一定数のフォロワーがこれから増えていくちゃんとでもその人西川さんとやり取りをしたら余計いいってことだよね。そうです。その間の芝居良かったですとか言うの一つでわーってなる。そうそうです、そうです。この間の芝居小太郎くんの芝居でも大阪来てくれな、見に行く。いやだからその離れて寂しい気持ちみたいな感じ。そうやな、なんか会いたいなとか大阪いつ来んのでいいんですよ。そう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 、ね、久々に見たいなって今ちょっとつぶやいたら、そう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 、分かった、うん、お願いします。コーナー、一定数のフォロワーのためのフォロワーがじゃあその隙に、おすすめをじゃあ他にもあげていくかな。そうね、ちょっとね、けどね、それで、あとね、ヘタレ攻めがね、上がってないんですよね。ヘタレ攻め、ヘタレ攻めか、上がってないな。なんかパッパッと上げましょうか。そうですね、とりあえずそこまで。ヘタレ攻めとガチムチが上がってないんですけど、ガチムチ、はい、はい、ガチムチはもう、もう私は、はい、ステージタイガーさんにお任せしたいと思いまして。あ、なるほどね、はい、白石さんと、はい、谷谷さんに、あ、どっちがいいですか、どっちがどっちにしたらいいかなっていうのをずっと昨日の夜から悩んでたんです。でもね、谷谷さんが受けがな、個人的には好みなんだけど、でもやっぱ白井さんの方がなぁ。それにあげて、あぶつけて。そうです、高田君に会いたいな、それです、それです。素晴らしい。そうなんですよ。で、ヘタレ攻めはちょっとこれ僕が概念的によく分かってないので、あげていただいた方が分かる。ヘタレ攻めは、具体的でよ。ヘタレ攻めは。具体的にこれだなっていう理想の。誰と誰でどういうストーリーかっていうのを言うのが分かりやすい。身近なところで言っちゃうとな。なんかお客様からも、お客様からヘタレ攻め、はい、ヤギさん、バーグだったんですよ。バーグの劇団員じゃないですか。うちの音響の、そっか、音響ですよ。そう、音響のヤギさんがメトロポリマン、ヘタレ攻めだ。あ、誰に攻めだ。ヤギっちね。そう、受けっぽい。ヤギさんと泉さんとかでいいんですよ。そう。とかで。俺ら打ち合わせでそんなしてんの。夜の打ち合わせです。あ、そういうことだ。いいな。おお、なるほどね。ヤギさんだけが歌うの。それただの誰っていうことですか。誰か。ヤギさんを泉さんって。すいません。すいません。お願いしますって。そういうこと。そういうことじゃないの。違う、まあ、ちょっと強くなるの。ちょっと強くなるの。それ、あ、僕もやるときはやるんですよ。あ、なるほどね。普段そう攻めっぽくないけれどもっていうときか。ヤギさん申し訳ない。満を持してヤギさんがここだっていうときにちょっと強めに、強めに泉くんに行くっていう。うちの、もっとうちの後藤啓太とかもヘタレ。なるほどね。ヘタレでも攻め、あ、受けかな、マッチョ受けかな。マッチョ受け。あ、マッチョ、マッチョ受けね。後藤啓太はマッチョ受けかな。マッチョ受け。なるほど。いい写真でしたね、ステージ最後ね。どうしようかと思った。すごい。ちょっとね。じゃあ、ちょっと出たところでブレイク挟んで。休憩しますか。ちょっとね、しんどい今日。今日なんかしんどい。ちょっと休憩しましょうか。はい、じゃあ休憩を挟んで、休憩という名のトークコーナー。そう、コーナーですね。コーナートーク。はい、コーナートーク。あ、私のコーナートークというか、コーナーです。コーナーあるんで。はい、じゃあ僕その間にまたトイレ行っていいですか。はい、どうぞ、皆さん休憩しておいてください。はい。はい。はい、見てのコーナーでございます。はい。はい、おすすめの今回のテーマにあった。今回のテーマにあった。あった。お芝居を、はい、テーマおすすめしたいと思います。はいはい、ね、あの歌劇三昧さんで見れたり、うんうん、販売されたりしている DVD の中から、はい、と思ったんですけど、はい、ね、いつもやってるんですけど、はい、やってるんでここその中から選ぶんですが、はい、ですね、まあだからまあ男色とか BL とかから選ぼうかなと、ね、イメージとしてはね、はい、思ったんですけど。
まあ、今までの流れを見てお分かり通り全くピンとこないので、あ、うん、そうか、選んでる時点は特にまだ全然分かんない。そう事前に選んでる段階ではちょっとこれは無理だなということで、うん、なんか近いのはないだろうかと、うん、あのなんかそういう無理、これは俺でもそういうもんとして見れるんじゃないかなというものをちょっと選んできたんですが、うん、あるかな、はい、はい、いつも言うけど用意しといたよ。そうですね。おやおや、まあ、ここは本当に休憩ですよね。今探してる時は休憩やから休憩してください。どこに、ちなみに何というやつ、はい、そういうのはあるんですか。ちょっとね、なかったので、はい、口で言います。マジか。マジかっていう感じですが、あ、液晶都市さんの、はい、はい、ありました。ありました。こちらに、はい、ありますね。取ってみますよ、ね、さんの、この腰が痛いのか、僕は、住人写楽の元のやつと、はい、赤い方ですね。ありがとうございます。こちらがいいんです。こちらは違う。はい。なんかこういう、劇場図書館の、十年写楽というお芝居でございます。はい、ですね、まあ歌舞伎じゃない、浮世絵の写楽の、蔦屋って版元がありまして、うんうん、そこにみんな結構ね、同時代に偉い有名な作家さんがいっぱい集まってたんですけど、うん、その有名な作家さんたちの中で、写楽っていうのは一体誰なんやっていう話と、あとあの現代の写楽を美術館泥棒か、写楽の浮世絵盗みに行くって話をこう同時に進行させていってっていう話なんですけど、うん、ちょっとミステリー仕立てみたいな感じ。そうですね、サスペンスとミステリーが混じってる感じのあれなんですけど、うん、この中でですね、登場人物で、女の人が男役をやっているのがありましてですね、はい、男装男装の、男装というか、もう本当に役の上では男なんですけど、うん、葛飾北斎の役と、うん、あとこれはもう何だったかな、十返舎一九だったかな、が、それで、十返舎一九の、十返舎一九じゃなかったかな、何だったかな、ちょっと、まあそういう人が、そう歴史上の本当の人、江戸時代の方では小坊主さんみたいな感じで、うん、まあまあだからなんだろう、あのちょっと周りの男連中がちょっと声をかけたりするんですね、うん、まあ修道的な感じで、うん、本当にそういう昔のね、そういう男色文化という文化というか、そうです、そういう趣味の、勝木さん北斎が多分そういう趣味の人としてちょっと扱われてて、ちょっとその声を、その男の子に声をかけるみたいなところがあったりとかするので、まあまあだからそういうのを見やすく見れるかなと、その男の子の役をあの俊木由香さんが世界一番のやっておりまして、はい、なんか割とソフトな感じで、うん、爽やかな男の子が見れて、それと絡まれるっていう、まあそんなどぎついことはもちろんないので、ないんですけど、爽やかにそういうちょっと少年愛じゃないですけど、当時の感じれるみたいな、そうですね、当時の文化としてのそういうのをちょっと知ってたら、うん、まあ、あの当時そういうのが割と一般的だったみたいなのを知ってたら、割と、うん、あ、そういう目で見ても面白いかなみたいなところがありますので、すごいですね。そういう目で見るっていうのはいいかもしれないですね。そういう目で見てください。オリジナルのストーリーを組み立ててね。これも春郎さんと山浦さんなんか多分格好のものですよ。あ、ほんまですね、春郎さんと山浦さんもね。これはだからまたこっちとは同じタイトルですけど違うんですね。ちょっとあの、はい、配役とか新しいですね、戯曲とか自体がちょっと変わってまして、こっちは山、ね、さっき言ってた山浦徹さんとか、うん、出ておりますね。そうですね、末光健一とか、まあ、お話に上がった人たちが出てるのにゆかりがあるかもしれないですね。あるので、ぜひよろしければご覧ください、はい、こちら、あの感激三昧の方に登録されておりますので、よろしければご覧ください。はい、というわけでございます。はい、ありがとうございます。休めました。休めた。さあ、後半戦。あ、ほら、書いてある。何ですか？これ、伯爵がいる。後半戦いきますか？そうですね。はい。はい、よっ。いざき、この、今、あげましたわね、いろいろ。はい。ほいで、これあげた中で、一応趣旨としては、ベストカップルを作ろうと
いうことなんですけど、あ、うん、今挙げた中で作っていきましょうか、うん、で結局、はい、何がベストカップルやねんっていうところがありますよね、まずね。そうですね、ベストカップルか、好き好きですか、かなり、そうね、私の中のみたいなことになって趣味も出てくるし、うん、だからそれを決める手段をどうしていくかなんですけど、難しいですね。どうしよう、単純に多数決とかする？多数決、うーん、それはなんか味気ない。そうですね、どれ割れそうですね。そうですね、結局この中でどれが一番妄想が広がればいいかって話ですよね。おー、なるほどね。広がりきった、そうですよ、そうですよ。どこまで広がるかっていうですね、うん、具体的な、手短にだから、うん、具体的な物語を作ってもらえばいいんじゃないですか。そうしましょう。あ、ちょっと前回も似たような感じで物語を作っていくという一応演劇ユースなんで、うん、まあ、物語を作っていただいて、うん、ちょっとなんかセリフとか吐いてやる、うん、え、俺まさかの今意見に、おかしいやん、その俳優さんのカップルでやるって言ってんのに、うん、俺が入ってたら俺は誰やねんって。いやいやいや、ありがたいことですよ。でもやっぱ嬉しいじゃないですか、男性の声でやる、男性のあの役者さんがやってくれるって。じゃあ僕本当に嬉しいのは、あれ、役者本当に嬉しいのは、あの実際に今ここで1位になった人たちを頑張ってゲストで呼んでくださるっていうのが、はい、あ、なるほど、ね、一番嬉しいパターンですかね。可能性ないことはないですよね。ない、一応小劇場なので、うん、ないことはない、ね、その方2人を呼んで、お二人もゲストで来て、あ、いや、私たち観覧席でいいです。全く BL に関係ないことをやって、それをこう深い、いや、実はこうなんやろ、今の発言こうやろみたいな、いやいや、見てるのが楽しい。ワイプで別カメラかなんかで何だったら届いてもらうぐらい、だら僕らをもう全く関係ないテーマで読んでいただいて、そう、それが全てを語ったね、うん、確かに。それが素晴らしい。なるほど、わかりました。それはちょっとした振りは投げてほしいですよね。そうですね、ちょっとした罠はかけ引っ掛けてほしいなと。さっきみたいなの、うん、泉くん腰大丈夫とか、そうそう、一言が言ってるとか、で、あ、なんで腰気づかったんやろ、あ、昨日の夜ね。あ、そこまで飛びますか。え、飛んでなくないですか。飛びますよ。結構普通のルーツ。あ、そうなんだ、やっぱ割と高い位置なんじゃないですか、受ける方。そうそうそう、少ない証拠からいろんな現実を勝手に引き出すっていう。すごいですね、可能性の魔術師ですね。そうですよ、女の子は魔術師なんです。言っていただいてありがとうございます。じゃあ、そう、え、どう踏まえたらいいの。え、どうすんのよ。じゃあね、だから何が面白いんやろ。だから結局、だからこの中の、じゃあもう、じゃあ今のをやるとすれば、うんうん、今まで名前が挙がった人の中の、うんうん、まあ、一応このジャンルは踏まえながら、はい、このカップルにはこだわらずに勝手に組み替えをしていって、うんうん、これだっていうのがいいんじゃないですか。おー、なるほど。あ、それいいです、うん、おー、そっか、じゃあいろんなパターンが生まれる、生まれるわけですね。そうですね、うん、そうですね、いや、まあ、これも生の人も出してもいいと思うし、そうですね、じゃあ逆にこの人には私この人を合わせてみたいですみたいな。私は個人的にやっぱ外箱町の田中直樹さん総受けを推しているので、総受けにして、その周りを決めていったらいいってこと。そうです、攻める側を、誰とでも、うん、どの攻めを追加するなり、誰を攻めに入れるか、入れるかってこと。 そうですね、そのストーリーに終わりはないの。ないです、実はこの2人が一番ハッピーエンドでしたみたいな。あ、それもありだと思いますけど、でもずっと続きますよね、そのハッピーエンドになった。さっきのあれです、あの、うん、主役にライバルがまだ好意を寄せている。そうそうそう、終わったと見せかけてです。2が始まるんです。2が始まって引き継いでいったりするんですよね。ああ、なるほどね、うんうん、じゃあその1作りますと。1、1、1、じゃあ田中、主役はじゃあ田中君。田中君直樹になった、うん、すごいな。やった、いろんないですか、いろん、いろん、なんか頑張れ、ナイスナイスか、田中直樹さん、ナイスね、田中直樹さんが一応主役ですね。彼が攻められるってことですか。総受けで、総受けで数はたくさん攻めます。どういう人なんですか。まず何が、俺はエンディケやってる役者みたいなのであります。うん、下手くそなの。
まあ、今始まりやったな。え、作家さんじゃないですか。作家さんですよね。勢いですよ。昔賞ももらった俺は何とかやってる役者っていう本の賞もらった。1行目ですね。すごい、もう、いろんな、逆にいろんな斬新さがあった。でも、いい格好、いいですよ、いいですよ。そんな、そこからスタートして、じゃあその演劇の世界なんですか？演劇をやってる人たち。で、田中君がもともとのんけだったのか、もともとそっちだったのかみたいなところから入っていくんでしょ。なるほどね。あ、それはどっちがいいんですか？それはもう徐々にほだされていく方がいい。やっぱ数なので、数がこなしたいからな。もう、自分の中で気づいているっていう。気づいてもう気づいてそんなとこ時間かけてる場合じゃねえか。そうそうそう、そうけなので今物語を展開させるためには全然やん。これはドラマ性をこう仕上げようと思ってる。そのドラマ性を後半あのもっと出会いの方に求めていきたいかなと。なるほど、逆のパターン、ね、ーなるほど。徐々に盛り上がっていくパターンじゃなくて、もうアバンタイトルから入っていこうじゃないですか。あ、そういうことですね。そうですね、今いいですよ。その総受けの田中さん、誘い受けでこうのんけの人をどんどんこう落としていくっていう、あ、落としていくっていうストーリーでもいいですよ。ちょっとピカレスコっぽいですよ。いいですね。受けから誘うのは絶対大変だから、そこにドラマが生まれるわけですよね。一人目は今見てる12人は完全に田中直樹はそういうやつだ。これから舞台上で見た時は絶対思いますから、ね、田中直樹って何。田中さんの写真がね、これいや受けっぽい写真が、受けっぽい写真が直樹ちょっとね、シャツのボタンが微妙にほぐれつつ、あー V ネックで僕じゃダメなんですかっていう顔をしてますね。やっぱそういうっていうことは先輩に行ってほしいな。先輩に。じゃあ一人目は先輩。あ、ちょっと田中大一さんが誰と今まで共演してんだろう。いや、もういいよそれ。私個人的にはやっぱりその現場現場を想像したいんですけど。あ、これよく出てる。そうそうそう。あ、じゃあ立花君とか。俺共演したね、この立花さん。今年の頭は。じゃああれを見てないからな。あ、そっか。その話を見てたらどういうなんかっていう。そう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 、そういうとこにね、つながってるんですよ。悩ましい。田中直樹さん、井上チャルさんに抱かれてもいいとも言ってました。ああ、じゃあチャルさん、総受けでのチャルさんが来て、うわ、違うところからか、持ってくる攻めね。攻めか、攻めか、田中さんがなんか、じゃあ関係ないところからでも放り込むなら、うん、あの一撃の坪坂くん攻め、合体の良さと、あの口の悪さとかと思えば一応丁寧な物腰攻め。あれ？いやいや、いいですよ。ただちょっと声響いたなと思って。いいよ、どの意見、どの意見。あ、なるほどね。はいはい、うん、どれ行こう。あの一応ね、ちょっとガタイいいもんね。ガタイがいいので、うん、その上からの、うん、上から上から壁ドンとか。あ、あ、噂の壁ドンとか。それ田中くんがやられてるの？やられてる側です。やられてる側です。坂くんにやられてる。そうそうそう。でも誘ったそれだけ壁ドンをさせたってこと。そう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 、こういう壁ドンでもいいんですよ。あ、自分がよ自分が寄せるの。それは何なの？何なの？クレームですね。あ、でもグッと踏んで。男子同士でしかできないですもんね。男子同士でしかない壁ドンだよね。そうやね。なるほどね。バランスを崩して、バランスを崩してみたいな、あ、バランスを崩させて、崩させてですね。だから田中目線でいくと、もう笑いしたこともない作詞やな、田中ですけど、なかなかの作詞や。グッと柴坂さん、柴坂さん、ドン自分で顔が近づくみたいな。そうですそうですそうですそうそう、中ですよ。あ、もうそっから、え、頭おかしくない？それはいや、でもだから、ちょっと目が合っちゃって、若干こう、多分沈黙がある。そのだって、何尺欲しいやろ、ちょっと。その前に何かあった結果の、とあるその日の夜とかに。あ、ほんま、なんかあって、当てからにしてほしいです、それは。急に、これつく、胸ぐらつかまれて、あれどうしたの二人って思ったら、急に引っ張って、ドンなって、そうそうそうチュッてやる。若干でも目があって、あれ、そうです、そう、っていう間があるやろ。あれ行く？いける？スッてこう2人何も言わず自然と行っちゃうみたいな。え、いいの？だって田中君はもうこの気持ちやから違うって上がってんだよ。違う、違う、違うらしい、違うようです。坪坂君は違うやん、だってそうですよ。もともとだから、いや、ちょっと待って待って、何なんてなの。坪坂さんは
どうします？つばさくんはどうするんですか？私今つばさくんは全然元からありの攻めのパターンを間に挟んでもいいかなと思う。あ、もう元からあり、元からありのつばさくん。この瞬間にちょっと期待してるってこと？そう、お前から来るかみたいな、どっちが来んねんみたいな小競り合いがあって、その日はそうやった、そうやったっていうパターン、それが初めての日っていう日みたいな。あ、なるほどね。広がる妄想、なかなか広がりましたね。やはり壁ドンがいい。この辺に壁ドンっていう武器を、壁ドン、ね、武器ですね、大事な。田中、坪坂、壁ドン、壁ドン。はい、この写真、あー、坪坂さんの写真、わー、いいね、キャラ、ね、かっこいいな、それ、それいいな。うわ、すごいね、なんかちゃんと社員と現場の人みたいな。現場分かってないですよ、今これはいいと思う。あ、いいね、うん、立てついてる、うん、数字が全てなんですかみたいな。あー何もって。いや、でもそういうことやろな、うん、それ、その口を塞ぐ。あ、なるほど。マイクできてるわ。マイクとできてる。じゃあこの辺に誰入れますか、次。うん、次どれ行くの、田中君は。捨てんねやろ、だって坪坂君。ビッチですよ、田中さんはビッチ。田中ビッチです。あ、そうね、そうですか。どんどん次から次。田中ビッチですよ。最終的にはエンマさんへ行きますか。あ、そこが最終的にエンマさん。おっと、すごいね。登っていくな。神みたいな。いろんな男を食い尽くして演技機会のトップに立つっていう。あ、いい、昨日ツイッター上で唯一自戦がありましたからね。そう。俺や、すごい、俺すごい、すごい、さすがや。まさかエンマさんまで行くとは。あの男はすごいね。エンマさんガンガンじゃないですか。じゃあエンマさん、待って、じゃあそこをラストにしようよ、うん、はい、そこラストにして。じゃあやっぱり同じ劇団員の土井くん、土井さん、土井くんは土井くん、あ、そっかそっか。やっぱり劇団員なんで身近なんで、ちょっとこう傷ついた時に、うんうん、ちょっとそういう相談をして、実は俺、うん、こんな性癖がみたいな話から。ちょっと待ってね、傷ついて性癖話すんだ。いや、さあ、もうこだされそうになってる。この人意外と雑だよ。階段が俺らと違うねやそうなんですよ、階段が。あれ、ずっとなんかさ、その前にすごい、そうですね、こだされて、傷ついて性癖を話すっていう流れが欲しいわけ。なんかこう、傷ついててどうしたみたいな、もうちょっとね、恋愛でみたいな、細かく喋っていこう、細かく喋っていこう。いや、なるべくいっぱい名前を出してね、サクサクと。いや、でもサクサク行き過ぎてて、かい、その、あ、傷ついて性癖っていう、そこの、ここの階段が、泉君分からへんから。ちょっと埋めていこう。いっぱい埋めていこう。もうちょっと段をつけていこう。大事に、埋めて、大事にしていこう。ここの、上段、この、上段、大事にしていこう。なんかドイドイが、どっちかというと、こう、え、どうしたみたいな。いや、ちょっと傷ついててみたいな、俺相談乗るでみたいな、なって、いやいやいや、言えないっすよみたいな、うん、居酒屋ですか。あ、いいかも、いいですね、居酒屋に行きましょうか。なんかお酒も入っちゃって、はい、ついつい顔が近くに来たりとかしてね。あ、なるほど、個室の、個室の居酒屋とかの居酒屋、個室の居酒屋ですよ。個室で2人でこうやって横に並ぶ。いや、まあ、どっちでもいいです。前でもこう話し込んでるうちにちょっとこう、ちょっと横寄ってこいよみたいな、まあ、ちょっと話しにくいことなんです、うん、大きい声で言えないんでとか、うん、そこら辺はちょっと演出家の方でお願いします。そういうのが大事、そういうのが大事、多分。そういうのが大事、そういう誘い方とかも大事。俺らはグッと起訴して、俺らの方が女の子みたい。そう、でも、そうそう、なんか何なりかちょっと近しい感じになるけど、近しい感じになって、で、その時に性癖の話をするので、あ、この人その近距離に来ても、うん、あ、嫌がらへんねんやみたいな、ビッチ田中はね、そう、ビッチ田中的には、狙ってた中的には、お、これ、この近距離来たけどいけるみたいな。 BT はそこまで近づいてもいける、こいついけるんじゃないかと思ってます。いけだなと思い出して、ポソッと、いや、先輩引きませんみたいな。あ、いいよいいよみたいな。何近いなお前みたいな。いや、近いなとかね。もうそれもドキドキしてるだろ。もう田中ドキドキ、うん、先輩こいつどうしたんやろみたいな。あ、なんやろ、近いから近いだけやなぐらいしかない。鈍い度以外、鈍い度、鈍い度、 ND ND 田中と鈍い度、鈍い度、鈍い度が来て、お、どうしたどうしたみたいなこと言うて、いや、ちょっと先輩にこれでも俺嫌われたくないんですよみたいな。いや、嫌いとかならへんからならへんからみたいな。でも俺ちょっと
子が好きなんですよみたいな、あ言っちゃって言っちゃって、うん、あそうなんよ、でも俺別にそういうのなんか偏見とかないでみたいな感じで軽いノリで、自分がではない、そう自分じゃないと思うところからスタートしていただいて、うんうんうん、スタートしていただいてスタートしていただいてで、おこれじゃあもうたんビッチ田中的にはもう脈があるんじゃないかとそりゃそうやね、そうそう、うん、あ引かれへん引かれへんみたいな、もう行っちゃうと、どういうのは分かってへん分かってへんっていうところから、あちょっとじゃあなんで最近ちょっと週末とかの予定も空いてしまってみたいな、あたりから2人で遊びに行きのみたいな、え待って待ってとかみたいな、そこで終わらん、その夜に行きたい、あいいですよ、重ねれば重ねるほどです重ねていくのもありかな、そうですね、どっちかということだよね、そこからデートみたいなことがあって、うん、そこら辺は普通の恋愛と一緒ってこと、ね、そういう段階の時もあってほしいな、さすがビッチでも、うんうん、毎晩持ち帰りはやっぱり、ちょっとなんていうかね、純愛っぽい感じ、同じ劇団だけにちょっと積み重ねてほしい、さっきちょっと乱暴な壁ドンみたいな感じ、よかった、こっちは1話2話はちょっと乱暴な感じで、おっと思ったらちょっと幸せが訪れてきたかなみたいな、そうそうそう、じゃあここでちょっと急展開欲しいですよ、やっぱそうですね、そろそろ急展開欲しいですね、ライバルライバルライバル、ヤギさん行く、ヤギさん行こう、その話すごいな、ヤギさん行きましょう、ヤギさん行こう、ヤギチ来るよ、ヤギチデートに何回か行ってたら突然ヤギが来る、ヤギがフレームマイカーで、マイカーで来るよ、ヤギチブランスってカゴワンから戻ってくれよ、でしょ、遊びに行くのに車出してくれるヤギとかにします、ああいいですよいいですよ、なんかね、あの田中的には混んでほしいけど、土井的にはウユンちゃん遠出できるしみたいな、ね、あなるほど、もう鈍い土井っていう、来た、なるほどね、主人公後輩ライバルがライバルで、もそうなるとヤギは土井のことが好きなの、ヤギが土井、ヤギさんはもうもういいじゃないですか、ヘタレーさんはだってヘタレー攻めになってるから、え田中くん狙いじゃないの、あそうです、土井さん、あそっちの方がいい、そっち狙いですね、そっち狙いです、狙いなんですよ、ヤギさん、直木狙いです、常にそう受けなんで田中くん、あそっか、うん、なんでヘタレ攻めのヤギさんなので、うん、田中に興味があるヤギ、ヘタレ攻めのヤギがおって、うん、そう受けの田中がいるので、イコールもそこの凹凸は完璧なんです、なるほどね、これはいけるってこと、そうそうそう、だから科学式みたいなこれはいける、はい、これもこのパターンは多分ね、うん、土井さんとも終わってからとかじゃないですよね、だからね、あ三角関係になっていくパターンですよね、そうそうそうビッチをそうでもヘタレ攻めとそのビッチっていうのは相性がいいんですよ、あ、ということはそれどういうことなんですか、こうヘタれてなかなか攻められないヤギさんをリードしながら受けるってことです、あなるほど誘い受け、誘い受け、あーなるほどね、じゃこれはでもじゃあ土井さんがちょっと身を引いていくパターンになっていくわけです、あーそうですね、いやでもそうでしょうね、そこまでの完璧な SM 関係見せられたら、うん、やっぱここには入れへんわ、なんかあ、うん、1回はあるんやろうけど、うん、やっと田中君と土井さんが、うん、結ばれたなっていうところにヤギさんがサササッとか来て、そうですね、重なってくきちゃって、だよね、これから、うん、田中と土井はこれからだぞっていう二、うん、人の気持ちが通じ合ったぞっていう時にヤギさんがスッて来ちゃって、うわちょっとかわいそうやな、で体の相性はヤギ田中の方がいい、あとかそれに対してなんかこう田中の方もちょっとなんでみたいに思ったりするの、なんでヤギの方が相性がいいねみたいに思ったりする、あーいいな、ちょっと苦悩のワンカット入れていただいて、こうやって下がバラみたいな。DL イコールバラはちょっと古いやん。なんか苦悩苦悩。苦悩よね。ワンカット入れていただいて。なるほどね。うんうん、いいな、そこのヤギさんをでも、まあ、ルイさんとかに取られてもらいたいな。どんどん音響つながってきて。音響つながって。ヤギさんからルイさん行ったら最後。もう一回行った行こう。行った行こう。行った行こう。そういうのでちょっとヤギさんを奪う、後々やっぱり奪われてもらうと。やっぱりそういう奪わへんが続く方がいいんですか。ちょっとなんかね、落ち着きたいか。そう、ちょっと落ち着きたいか、なんか破壊的なもう、え、この展開みたいな。どっちか欲しいですね。じゃあ、白井君方にやる。あ、そうそうそう、だから別カップル、6巻ぐらいで別のカップル出てくる、別カップル、ああ4人で遊びに行けるような別カップル、あーあーなるほど、なるほど、いや、いいな、まあなんか赤星山浦とかこの辺もうね、すごい、あ先輩カップルに教えを請う、
あ、なるほど。じゃあそれこそ赤山ですよ。ここで赤山の登場ですよ。だからある種レジェンド的な。そうね、そうね、レジェンドね。そうか、そうか、そうそう、もうここはだからもう幸せやから、そうそう、もう成立しきってる。あの二人が来たみたいな。そう業界ではもうあそこで地元じゃすげえ。なるほど。負け知らず。田中君も憧れの。そうそう、カップルが来たぞと。あんな二人になりたい。そうか、田中な、ビッチ田中は赤山みたいになりたかった。だから心にはその夢を抱き、ベストパートナーを探しているうちにビッチになった。なるほど。本当田中さんのことを知らないで。直樹にとっての赤星さんを探してるわけ。なるほどね。これのいいね。そうですね。うん。これのサンクチュアリを。ストーリーね。すごい。わあ、これのサンクチュアリを探す。これのサンクチュアリ。これもタイトルサンクチュアリ。アマかける龍のひらめきで教えてもらいました。左足が。あ、いいです。いいストーリーですね。いいですね。じゃあ、まあ田中ヤギカップルと赤山カップルがまた遊びに。ちょっと一緒に遊びに行くという感じ。でもそう、であんな2人みたいになりたいんだみたいな話になっているわけ で、ヤギがすいませんって言うよ、ね、って言ってる間に、うんね、この要はこの2人がこうなったらいいってことじゃない。そうです。え、そんな。そうか、そうなんですよ。あの2クール行くんだったらそのツークール、まあワンクールワンクールも結構こんな感じやった。じゃあこうでしょ。最終回や。ワンクールの最終回が出会って、あんな二人になれたらいいなみたいな。そう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 。で終わって、ツークール目行くときに、そこがシャッフルしだす。え、ワンクール、ワンクール11話でしょ。じゃあツークール、今 13?11?11、12。1話一人ゲストじゃないですか、これ。それやりますよ。そういうことじゃない。本当にピッチ。そういう感じじゃない。1話1ゲストか。2、3回続いて。今回のゲストは誰々っていう、毎回ゲストが違ってて、毎回恋愛模様が繰り広げられる番組じゃないですか、それ。2、3話で完結していくじゃないですか。それいいですね。ピッチ感で言うとやっぱそっちか。そっちピッチですよ。だから第11話がエマさんですから。そうか、じゃあ第、現在だ、まだ第3話です。第3話、早いね、早いね。いやでも今はこれもエランとわかるんじゃないですか。そうそうそう、やっぱ結果早いから。そうなんですよ。じゃあでもこれワンクール、ワンクール目指しで特別版、特別編がどこだろう。映画館でやっていきましょう。だから映画館にエマさんだしたら、映画館でエマさん。あー、いや、あれどっち、劇場版はさらにエンマさんの上を行かないと。え、どこ、カラさんの。そう野田秀樹。すごい。劇場版はやっぱそこまで、予算そこまで盛んと、やっぱり分からんけどね。そういうこと。そういうこと、そういうこと、そういうこと、来るな。そういうことです。もう松陰劇界を飛び出ていこう。飛び出ていこう。あー、なるほど。だって映画なんだもん。まあそうだね。そうです。すごいところで行きますね。行きましたね。すごいね。そう、田中くんすごいな。ポテンシャルが。いいよ。別に小栗旬でもいいよ。いやでも、いや、田中さんで行きましょう。あー、違う違う違う。映画、映画。映画版は。映画版は。映画版は。キャストが違う。もう。だから映画化するには視聴率取らなあかんな、ね、ちゃんと考えていかんと。相当のテンポで進めていかんと。そうそうそう、相当のテンポでやるのね。これさ、もうちょっとさ、尺がさ、よう俺らこんな盛り上がってる。続きは王将でみたいな感じで。王将、でも、一つ分かったことは、はい、これ多分田中すげえなって言った。田中君に会いたくなりました。田中の未来がすごい。うん、会いたい。田中君は会いたいですね。じゃあもう田中直樹の出演情報をだから今日検索して、確かにちょっと次の公演見に行ったらええやん。ちょっと不名誉かもしれへんけど、田中直樹の出演情報。素晴らしい。上手だね、あなた。ありがとうございます。全部フリやった。上手だね。田中直樹さんも出演されて、佐々木靖子、私も出演します。はい、あのダンス。あ、ダンス。ダンス、野田秀樹さんが。ダンスのイベントがありまして、ダンスのイベントが、10月20日にございます。でこれにあの男性のポールダンサーとか、うん、乗っかいてあるんやな。いろんなそのドラッグクイーンの方とかも出演されるんですけど、うん。ちょっとそういう感じ、アンダーグラウンド。そうです、そうです。でも、すごい大きな、なんかもう、9メートルの高さのある、
会場でやる。ホールもそこから欲しいね。上まで2階席まである。どこでやってるんですか？これね、フラミンゴ。フラミンゴか。アルージャ。アルージャ。はいはいはい。ジアルージャ。です。これぜひお越しください。田中さんも。これはここ来たらチラシとか手にあるんですか？ホームページとかもあるんですか？そうですね。ホームページはちょっとないんですけど。どうしましょう。どうやって知ったんですか？ツイッターとかで。ツイッターで。佐々木康子で検索お願いいたします。チケットもそちらから予約いただければと思います。田中直樹さんも出てます、うん、これはでも結構そういう目で見れそうですね。それやばいな、うん、だってマジでそういう雰囲気やもんね。田中さんが梅津さんになら抱かれてもいいっていう言った梅津さんの振り付けでやらせてもらいます。じゃあそういうシーンもあるかもしれないですそうですね、あります、あります。でもこれダンスってことは音響バンバン攻めてくれる。そうです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 。ヨイちゃんもヨイちゃんもこの間エアリアルティッシュやってたんですか。いろんな団体も出られるのでね、田中さん総受けがすごいやるなんじゃないかな。あーそうですね、平田さんとか出てはるやん。え、そんな売りでいいのこれは。いいですよ、いいですよ。でもまあ見に気にはなるよね。客が入れば何だっていいんですよ、うん、そういう目で気に入れ目で見ましょう。そういう目で見てください。お願いします。はい、ありがとうございます。お食事食べないといけないですか、うん、意外とおかしい。じゃあですね、そのさっき話に出たあの外幕町の土井さんと絶対怒られるわ、はい、この週末にですね、はい、あの円滑 TV さんが毎週土曜日の14時半から15時かなにかけてあのユースト放送をやってるんですけど、ハルカスのところで、それのですね、あの定番で出てる栗田裕樹ちゃんが来週ちょっと公演のためお休みのため急遽私ピンチヒッターでその土井さんと絡んできます。お、はい、MC をやる、 MC をやらせていただくことになっておりまして、はい、栗田さんがいつもねあのメイド服を着てやってるんで、はい、あとはさせてください。はい、まあ、そんな服をするかもしれない、うん、ね、もう楽しみにお越しくださいませ。あの外から閲覧もできるんですが、あの何分本当にガラス張りなのでそちらはあのぜひもうお家でのんびり見ていただけたらいいんじゃないかなと思っておりますでですね、私個人といたしましては漫画たりドリームプランナーっていうあの名称といいますか役称というかを持っておりまして、いつの日かドリームプランナーのドリーム的には BL 漫画たりっていうのをやりたいんですが、あそうですね、今の流れから見たら、はい、ぜひ佐々木康子さん、そうです、そうです、そうです、あの出演者全員男子、客、ね、スタッフ全員女子っていうのを夢見てまして、ちょっとそんな感じですよ ね、 すね、この場であのちょっと聞いておきたいのがもしそれをやる際は立花さんと泉さんは声の出演をしてくださいますか。いいよ、まあ、立花君は大丈夫やね、はい、あ、OK です、じゃあ、うん、本当は今のところ1名1とさんには OK をもらってるんですけど、はい、BL の漫画たりの際は、ただあのすいません、次回は普通の漫画たりです。漫画たり第9号スクールという形で、はい、あの学校ものの作品をやらせていただきます。10月13日 の、 あの体育の日ですね、はい、あのネタ小屋さんで、ちなみにあの森くんっていう役者さん、ゼットンの役者さんがいるんですが、と、過去に出てくれた中山真嗣くんを私の中では脳内で中山真嗣、森のカップリングをしてるんですね。この間のゼットンの公演をご覧いただいた方はあーってなるかなと思うんですけど、ぜひぜひ妄想しながら、はい、攻めた人が共演するとかですね、はい、土井さんも攻めですもんね、ね、なんであの本当ですね、私結構受けなのかなと思いながら攻めない人たちと共演しております。はい、でこれよりもちょっと日付が前後するんですが、多いな結構、はい、結構出てますね。そうなんですよ、あのそれの1週間前にですね、こちらオリゴ糖プレミアム番外公演短編集のプラスチック爆弾とシュレディンガーの猫ですね、こちら本当に短編集3本させていただくんですが、あの日付によって一作品がダブルキャストになってますので、まあ、ただどっち見に来ていただいてもその作品出ない代わりに私ちょっと別のことやってますとかいうのなので、2回ぜひご覧くださいませという作品が、カフェでオリゴ糖さんって珍しいですね。そうですね、なんか大店員とかのね、うん、イメージがあるけど、なんか今回は今時流行りのカフェ芝居をお送りします気楽にお茶など飲みながら他人の人生を覗き見る、たまたま聞こえる無関係な誰かの地獄に鳥肌を立て笑いを噛み殺す、あふれるゆえつどよめく憐憫、だからきっとここにいるあなたと私は共犯者です、というこんなコメントが入っております。ちょっと大人なんですよ、ね、ちょっとシニカルに入るというか、ちょっとそういう、それがいいです。後ほどですね、あのこちらの出演者のカップリング写真もあのハッシュタグつけて、ハッシュタグ関西小劇場 BL カップリングで上げておきますので、はい、あの声の宣伝のツイートとともにそちらもお楽しみいただけたら、はい、幸いですね。ありがとうございます、はい、すごいね、すご
ごいな。なんか疲れましたね、はい、お疲れ様です。熱量がすごかったです。うん、あ、僕も告知していい？はい、告知の流れになっちゃって。告知の時間、告知した後、最後コーナーやる。え、コーナーやる。コーナーどっちでもいいけどやろう。じゃあ最後にやる。告知やってコーナーやって、今日はもうそれでそれやろう。ちょっとビール飲むの締めの、あの今日のレッドみたいになってるけど。あ、いいまあいいや、告知どうぞ。はい、あの明日なんですが、あの千日前トライブでまた毎月のあのトライブ洋画劇場という吹き替えファンの交流イベントをやっておりまして、はい、みんなでお金を出してライブハウスを借りて、うん、昔のテレビの録画の吹き替え映画を見ようっていうのをやっておりますが、ね、今回は、明日なんですが20時からなんですが、グニーズを、グニーズ、グニーズ、グニーズ、うん、今朝ね懐かしい見直してね、うん、いや、すごい綺麗な気持ちになりましたね、見てね。あ、綺麗な、すがすがしい気持ちになって、うわいい映画だなと思って、これだよでですね、確かその明日のゲストにあの漫画たりの編集長菱田守幸さんが行くんですけど、うん、私の中ではその場合あの竹信菱田です。はい、攻めてるってことね。そうです、ぜひそのつもりで明日この情報入れてくれて最後まで、最後まで明日はグニーズなんで大丈夫で、まあ、割と楽しいですよね。みんなで見てワイワイ言うのかな、機械版を見てね、見てお酒飲みながら、その時にちょっとふと思い出してもらいたいな、はい、竹信菱田。テレビ版の機械なので、あの DVD とかで見れないやつなので、あー、へー、はい、あ、じゃあそれはちょっとそれも貴重なもん、ね、はい、秀志とか入れたわけですよ。あ、秀志、今度秀志さんか、秀志さんどこ入れましょうね。ないか、はい広がらへんかったから、ね、ごめんなさい秀志さんも。なんかありますか。じゃあ僕告知していいですか、うんうん、今週ちゃうと僕ら、今週の土曜日からです。明日小屋入りで、うん、土曜日から、Nトランスフィッシュというダンスカンパニーの奇想本能というに出演させていただいております。ですね、関西の小劇場からは赤鬼の、なめささんと、あとマウスピース3の早川さんと僕が役者バックで、あとアムーンビームの和田くんが出てますかね。はい、あとは男性陣はあと2人ダンサーさんがいるんですけど、僕と早川さんは確実に絡んでます。関西攻め、はい、攻めそんな感じですかね。よかった、あ、一人芝居もある。そうそう、前勝ちさん、まあいいけど別にもう全部先やけど、あと11月だって一人芝居は勝山さん、早川さんの名前出たから思い出したのに。ああ、そう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 、二人とも一人芝居 の、 あの名前の表記もね、毎回ドキドキしながらあ、そこか、あれそうや、もう、11月の末のインディペンデント、14になるんですか、14で勝山立花、あーあー、ほら違うよって言われてるよ、逆なんや、立花勝山で一応表記はされてます。逆に脳内では、はい、あの立花と勝山が一人芝居やりますので、かけるかけるかけるとかお願いします。やばい、そうですそうです、僕それ多いから、それ多いからもうバチバチやる。そうですね、そうです、ぜひご来場ください、よろしくお願いします。はい、僕は11月に水星マジックに出ます。30分のやつに出ます。それと、12月にの半ばぐらいに、神戸学院大学で坊ちゃん夏やってたやつ抜いてあります。 あとなんか1月ぐらいに何かやるかもって感じです。お、以上です。おい、はい、じゃあありがとうございます。はい、はい、じゃあコーナーやろうぜ。じゃあコーナーやろうぜ。はい、ちょっとコーナーをね、一人ずつ用意しててね、今日もやろうと思ってんけど、こんな盛り上がると思わなかった。どうしよう、まだまだ人は用意してたんですけど、そうね、ちょっとそれツイッターにあげます。じゃあ攻め受け書いて、そうね、はい、はい、でコーナーはですね、はい、まあ、今回の、立花君の使える演劇ですね。使える演劇、はい、使える演劇っていうコーナーになりまして、立花君明日から使えるような演劇をね、あの、まあ、セリフとかね、セリフとかを演劇を日常か日常生活にね、うん、落とし込もう、教えるっていうコーナーなんですね。はい、あ、俺説明してもらったけどいいよ、まあ、そういうコーナーです、うん、で、僕はセリフあれなんですよね、これ、はい、はい、お題が、はい、お題が、お題書いてます。今日のね、紙がめっちゃでかい。上質どうしたんやバーン、あー、すごい、三島由紀夫さんの三原色、
はい、という作品、心がなければ生まれ、残酷さなんて生まれないんだ。あれ言ってたやつと違うわ、あれ違う、あ、いや、合ってた合ってた、うん、っていう、うん、はい、これは、はい、三島由紀夫の三原色っていう前のが、はい、三角関係やねんけど、うん、途中でそのボーイズラブじゃないけどその元々の嫁はんとの関係の中に一人男が来て、この男がこの嫁はん寝とるんやけど、その後でこの旦那とこの男も愛し合って、うわ、女の方が身を引くんやけど、違う違う、3人でこそ生きていく三原色なんだ俺たちはっていうのも縛りますけど、あれみたいなね、キラキラ光る三國香織さんのキラキラ光るみたいな、ね、ああそうなん、うん、あ、はい、あれはあのホモの旦那とアル中の嫁とホモの旦那の彼氏の話やけど、まあ、それもかけて今回これなんで、うん、ちょっとこれをどういうふうに皆さんが使っていいかっていうのをやっていただきたい、うん、心がなければ残酷さなんて生まれないんだってやつ、簡単に使いますよこれ、はいはい、うん、じゃあちょっと言ってみてもらっていいですか今まず、はい、心がなければ残酷さなんて生まれないんだぐらいです、もう軽いノリで使います、もう一回やってみて、心がなければ残酷さなんて生まれないんだよっていうぐらいの軽いノリで使います、あ、そうなんですね、はい、これどういう、どういう状況、ね、ご友人の方とあのお食事とかぜひ行ってください。で、はいはい、まあ、ご友人のその性格にもよるんですけど、うん、唐揚げとかを最後に残すタイプの人、はい、好きなもの、はい、うんうん、そういう人の唐揚げをスッと食べてください。食べるんですか。はい、じゃあ、うん、何すんねんって怒られると思いますが、大事なものを取ってたのにって、ひどい残酷なやつだなお前はって言われたら、うんうん、心が泣かれるじゃん。ありがとうございます。よかったよかったよかった、なんかよかったよかったよよかったよかった、大丈夫大丈夫大丈夫、ネタもなんかちょっとあれやったし大丈夫はい、じゃあそんな感じです今日はじゃあ終わりますか、そうですね、はい、はい、というわけでじゃあ次回はまた10月はね、ゲストが実は決まっておりまして、あ、そうなん、さっきにテーマは決まってないのにゲストから決まっております、おー、すごいね、坂本アンディ、おお、今はときめく、がっかりアバター、がっかりアバター、がっかりアバター、アンディユキ、あれですね、特命劇団の、はい、また、あの、福ちゃん、福谷圭介、はい、いろいろ騒がせる、福谷圭介騒がせたね、そうですね、面白かった、そんな話もねやろうよ、そこずんがん突っ込んでいこうよ、そういうテレビですか、じゃあ、それにします、じゃあ、なんかネットで炎上するとはどういうこと、そうそう、いいいいじゃない、だって竹野さん炎上したいしたいよ、全然せえへん、だからどうやったら炎上できるんですかって教えてよ、うん、そう、教えてもらおう、ま、炎上の仕方、そうですね、炎上のすすめ、どうしたら燃え尽きることができるのか、やろう、やろう、火をつけましょう、やりましょうか、これ数字持ってるよそうね、絶対数字持ってますから、この放送、次の放送が炎上するってことですよね、要は炎上する人たち、そうですね、得て終わりとかだったらもう、うわーって、もう分かんないですよ、ただ炎上全然炎上せんかもしれない逆にこんなに炎上したがってるのやっぱり無理かみたいなそうですね、まあその様もね、見ていただけるとね、スキャンダルを、ね、全然くすぶったまま終わるのか、そうか、ね、というところをいいじゃない、はい、やっていきましょう、じゃあネットの炎上についてで、うん、あ、じゃあ行きましょう、はい、はい、次回はまた10月の末、あの最終、ね、第4水曜日に、はい、21時からでございます、はい、よろしくお願いします、というわけで本日の人はこれで終了でございます、はい、あ、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ロール